今日はリベンジで揚げ出し豆腐作ります、前回失敗したんで今回はちゃんとレシピを調べてそれでちょっと作ってみます。前回はなんかレンジで2分ぐらい温めるんですけど面倒くさいからやんなかったんですよ。やっぱね料理はね面倒くさがっちゃダメですね。本当に思います。あのいい感じですね。俺やりゃできんじゃん。あやれそうです。今は絹豆腐を使ってます。次は木綿豆腐を2種類使ってどっちが美味しいのかちょっと検証したいと思います。ちょっと焦げた。まあいっか、もう焦げてるほどよろしく。このためにね、なんだっけ、固める天ぷら買ってきましたからね。豆腐600g って多いな。ジンジン言ってるわ。完成です。まあまあ成功しました。ではいただきます。